九州大学の建築物では、九州大学の建築物について説明する。旧工学部本館、旧工学部応用物質科学機能教室、旧工学部超電動システム科学研究センター、旧道路工学実験室、旧工学部航空工学教室の5つの建築物は近代化産業遺産群に認定されている。伊都地区への移転に伴い、 箱崎地区の建築物は一部を除き解体される予定であり、すでに解体が開始されている。保存が予定されているのは、工学部本館、本部第1庁舎、本部第3庁舎、正門、正門の入所、レンガベの一部である2015年10月16日と10月18日には、近代建築物撮影ツアーが開催された。 キャンパス移転に伴い解体が予定されている旧、応力圏生産圏本館、応用物質科学機能教室、旧文学部心理学教室、工学部高温度化学実験室、第三学生集会所が、対象建物となった。九州大学本部第一庁舎九州、帝国大学工学部本館本部第一庁舎、九州大学生門生門級工学部、 本館工学部本館級応力券生産券、本館応力券生産券本館九州、大学工学部航空学教室工学部、航空工学教室工学部、応用物質科学機能教室工学部、応用物質科学,学,学機能教室工学部講習派、電気及び、電子工学実験室農学部農学部、アドミッションセンターアドミッションセンター創立50周年。 記念行動九州大学創立五十周年、記念行動。医学部基礎研究 A 旨、九州大学医学部基礎研究 A 旨医学部基礎、研究 B 旨医学部基礎研究 B 旨医学部、臨床研究旨医学部臨床研究旨、九州大学医学部正門主衛所、九州大学医学部正門主衛所、九州、帝国大学医学部第一外科教室及び、 病室臨床施設新外来胸、ウェストウィング研究施設、コラボステーションアイコラボステーション2総合研究胸、生体防御医学研究所教育施設医学部、臨床研究旨 A 旨医学部臨床研究旨、B ネ臨床機械室、冒険室医学部保健学科薬学部本館、その他図書館医学文館医学部100年行動。ありがとうございます。